ふにこキッチンへようこそ。今回は黒いちじくと栗のバスクチーズケーキをご紹介します。簡単にできてとっても美味しいんですよ。材料です。黒いちじくが4個、栗の渋皮煮が4個。作り方はふにこキッチンで検索してくださいね。グラニュー糖 70g、 水切りヨーグルト 50g、 80g のプレーンヨーグルトをこんな風に冷蔵庫で一晩水切りしてください。クリームチーズ 200g、 生クリーム 200ml、 卵が2個、薄力粉 15g です。まず黒いちじくを 5mm の輪切りにしていきます。全部切れました。避けておきます。次は栗を切っていきます。栗も 5mm ぐらいに薄切りにして、で形を整えて角度を変えて同じように 5mm ぐらいに切るといい感じで崩れます。こんな風にして4つとも切っておいてください。避けておいてくださいね。ではクリームチーズを冷蔵庫から出したままだとちょっと硬いので、600ワットで30秒加熱して柔らかくします。柔らかくなりました。電動のホイッパー、電動泡立て器ですよね。電動ホイッパー弱で混ぜていきます。滑らかになるまで混ぜていきますよ。今回は材料を一つずつ入れて毎回混ぜます。これが美味しく作るポイントです。グラニュー糖 70g を入れたら、電動ホイッパー弱にして滑らかになるまで混ぜます。時間の関係で画面は切り替えますが、皆さんはしっかり滑らかになるまで混ぜますよ。薄力粉 15g を入れたら、粉はちょっと飛びやすいので先に軽く混ぜます。馴染んでから電動ホイッパー弱をつけて滑らかにしましょう。30秒から1分ぐらいそれぞれしっかり混ぜてくださいね。卵が2個です。卵を入れるとちょっと分離したようになるので焦るのですが、これもしっかり混ぜていくと混ざりますから慌てなくて大丈夫です。しっかり混ざるまで混ぜていきましょう。水切りヨーグルトです。材料を一つ入れるごとにしっかり混ぜていくのが美味しく作るポイントです。最後は生クリーム 200ml です。最後はちょっと長めに2分ぐらいしっかり混ぜていきましょう。下の方に残っていて混ざっていない場合があるのでね、
しっかり混ぜるのが美味しくなるポイントです。混ざりました。では18センチのケーキの型にオーブンシートを敷いていきます。オーブンシートをお水で濡らしてくしゃくしゃっとします。そうすると型にピタッとくっつくので、これがポイントです。しっかりと型にはめて、余った部分は向こう側に折り返します。ちょっと手前と向こう側が短いんですが、ギリギリ大丈夫でしょう。皆さんはちょっとね、大きめな方が安全だと思います。しっかりと貼り付けていきます。ここにバスクチーズケーキのね、元を入れていきましょう。栗がある方はここに栗を入れていきます。これ栗が浮かんだように見えますが、焼いているうちにね、底の方に沈んでいきます。さあ、230度に予熱したオーブンでまず15分焼きます。まだイチジクは乗せないんです。沈んじゃうので後で乗せます。230度に予熱したオーブンで15分焼いていきます。焼き上がりました。おいしそう。さあ、ここでイチジクを乗せるんです。急いで急いで、ぐるーっとおしゃれに乗せてくださいね。この後もう一回焼いていきますよ。後ろのオーブンはまだ熱いので、今度は余熱なしで構いません。10度下げて220度に設定して、このまま15分焼きますよ。220度に温度を下げて余熱なしで15分焼いていきましょう。さあ、焼き上がりました。おいしそうです。粗熱を取ります。粗熱が取れたらラップをして冷蔵庫で一晩休ませます。一晩経ちました。そうするとほら、ちょっと生地が沈んでるでしょ。生地がしっかり固くなりました。焼き上がりで食べるとね、プリンみたいにふわふわなんですが、黒いちじくと栗のバスクチーズケーキの完成です。しっかりしっとりした美味しいバスクチーズケーキが焼き上がりました。黒いちじくがたっぷり乗っていて、ちょっと贅沢でしょ。美味しそう。ちょっと切ってみますよ。断面がほら、下の方に栗があります。見えるかな。お友達を呼んで午後のティータイムにいかがですか。お試しくださいね。くにこキッチンでした。